ども、ユウです。いきなりですか。僕は留学当初日本に帰りたくて仕方なかった。いわゆるホームシッカーなのですが。ってことで今回は僕の経験から言えるホームシックになる人の特徴3選を紹介したいと思います。ホームシックになる人の特徴1つ目は自分をホームシックにならないと思ってる。ですね。いや正直僕に限って絶対ならないと思ってたんですよ。というのも大学時代は4年間一人暮らし、割と友達も多い方、かつ環境に馴染むのもかなり得意だったので、お地元年末でいいかなっていうくらいホームシックとは無縁で、逆にホームシックとかアマちゃんだとか言っちゃう勘違い生きる野郎でした。そんな僕がですよ、ホームシックなったんすよ。留学当初全く新しい環境のストレスにやられ、言語も通じなければ友達もできないし、やっとできたと思ったらなんか薬やってたりして、もうメンタル崩壊。日本では到底起こり得ない予測不能の事態が起こりすぎて、マジで帰りたくなりましたよ。もしこの話を聞いてもホームシックならんわとか言ってる人がいたら、僕は迷うことなくその人にこう言いますね。楽しみだな。ホームシックになる人の特徴2つ目はインスタばかり見るです。インスタグラムは人のキラキラハッピーライフを可視化する、いわば今世紀最大の文明の利器なのは皆さんご存知かと思いますが、あれって心が病んでる時に見ると副作用がとんでもないんですよ。僕の留学当初の話をすると、留学に来てすぐは友達ができずに部屋に引きこもり、ひたすらスマホをいじる生活が続いたんですが、それでおもむろにインスタを開いた時、日本にいる友達の飲み会楽しかった、ディズニー最高、手土産みたいなキラキラな投稿が目に入ってくると、なんか知らんけどめちゃくちゃ病むんすよね。なんで俺こんな辛い思いしてんだろうとか思い始めて、いいねが押せなくなるんです。さらに見たら辛くなるってわかるから、もう開かんって思うんですけど、なんか見ちゃうんすよ。これがまた辛いんだ。ほんとに僕の場合、このインスタの副作用があまりにも強すぎたので、インスタのアプリをスマホ内のめちゃ奥深くに追放してましたね。ホームシックになる人の特徴3つ目は人に頼るイコール悪いと思ってるです。これは完全に僕なんですけど、普通に考えたら海外で誰にも頼らず一人で生きていくなんて全く不可能な話で、もちろん頭では分かってたつもりだったんですが、なんかね頼れないんです。人に迷惑かけたくないから、申し訳ないからと、スーパー切り火を存分に発揮し、何でもかんでも自分でやろうとして大失敗。その失敗をカバーすべく、また一人で頑張って空回りして、また大失敗。人に頼るという選択肢がないので、何をどう頑張っても絶対失敗するんですよ。そんなこんなで留学当初は何もかもがうまくいかなすぎて、もうクソほど病んでましたね。そんなある日、お母さんから突然、あんた元気してんの？って電話がかかってきたんですが、その母の声を聞いた瞬間、溢れんばかりの涙がドバドバ出てきて、もう号泣。何もうまくいかないんだよ。と、絶望した声で全て打ち明けたら、お母さんは、あんた一人で何でもやれると思ったの？バカだねー。と、呆れた声で言い、人に頼ることは悪いことじゃない。ってことを教えてくれたんです。今思い返すと、赤面トマトレベルでクソ恥ずかしいんですけど、あの時の電話が、窮地に追い詰められた僕を救ってくれましたね。ということでまとめると、ホームシックになる人の特徴3つは、1、自分はホームシックにならないと思ってる。2、インスタばかり見る。3、人に頼るイコール悪いことだと勘違いしてる。ですね。正直、ホームシックは誰でもなります。で、めちゃくちゃ辛いです。それで本当にきつかったら、帰国という選択肢も全然ありだと思います。帰国するにせよ、踏ん張るにせよ、その経験自体があなたを成長させてくれるものだと思うので、まあ、ホームシック様々ってことですね。仮にもし僕にホームシックセカンドウェーブが来たとしたら、次はパパに電話します。